ご視聴いただきありがとうございます。敵将チャビ監督もワールドクラスと絶賛、久保建英フルスバルサ相手に躍動。この結果に対してネット上では様々な意見が飛び交っています。そこで今回はアーシと一緒に、敵将チャビ監督もワールドクラスと絶賛、久保建英フルスバルサ相手に躍動、この件に関するネットや海外の反応を見ていきましょう。このチャンネルではアーシと一緒に日本や海外のサッカーに対する情報やネットや海外の反応を一緒に見てもらうチャンネルになってるから、よければチャンネル登録していってね。シャビ監督は試合後の会見で久保の印象について聞かれ、私にとってだけはワールドクラスの選手だ。ボールを持っている時だけでなく持っていない時、そして我々のプレスのかいくぐり方など目を見張るものがあったと思う。そしてレアルソシエダードは本当に素晴らしいチームだと思うし、イマノルは偉大な監督だ。今日彼らはそれを証明してみせた。我々はリーグ戦で勝てるチームがほとんどないピッチで勝ち点3を獲得したんだ。竹は私にとって並外れた選手だよと発言し、久保に対して最大の賛辞を送った。ネット民の声、久保は嬉しかったろうな。竹とシャビ監督を見たい。敗戦は悔しいがこれは嬉しい。竹泣いてた？汗かいてただけかな？どちらにしてもシャビ監督には感謝だな。今回紹介した記事や引用した内容については概要欄に記載しています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。当チャンネルは小ネタやネット反応集やサッカーの最新情報を紹介しています。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。いいねやコメント大変励みになります。サッカー談義に花を咲かせましょう。